ちょっと先生、早弁してる子がいます。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は梅雨のどんぐり村に行ってみたいと思います。まあ、梅雨はねまだまだ先やけど、最近全然なんか梅雨並みに雨めっちゃ降りよるけんね。なんとなく気分はわかるかなと。はい、ということでどんぐり村に出発。はい、どんぐり村に到着。大雨降ってる降ってる。夢の世界へようこそ。あなたは今どんぐりという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは魅惑のどんぐりの世界をご堪能遊ばせ。傘が置いてあるよ、傘が。親切。梅雨の時期だからね。はい、ちゃんと傘を差しまして。あー、見て、可愛くないこれ。え、めっちゃ可愛いんやけど。ほら、水たまりに空が映っとる。え、めっちゃ可愛くない？いいね。こういうのいい。そう、なんか、この村をね、訪ねた人が、絵本みたいな世界観って言ったんやけど、本当にそんな感じやんね。すごい、めっちゃ可愛いんやけど。はい、それじゃあちょっと一軒目の家に、あ、ここか。通り過ぎよった。お邪魔します。お！なんか扉がお菓子やけん、全体お菓子の家かと思ったけど。どうも。店長さん、チーズ、チーズ、チーズ。チーズ屋さん。ここはね、チーズ屋さんらしいです。お菓子屋さんではないよ。お、すごい！見て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 。なんか、壁と床もチーズや。そして、な、この服は、誰だ？な、牛や。牛。これ誰か住人さんの顔ってことかな？なんかぽい感じよね。誰なんだろうか、わからないけれど。あー、すごい、チーズをふんだんに使っている。チーズいいよね。私もチーズ大好きなんよ。めっちゃ好きなんよ。チーズフォンデュがしたいです。そう、冬にね、今回、チーズフォンデュをしなかったからね。したいね。めっちゃしたいね。チーズ、チーズ、チーズ。やっぱりチーズはね、ハイジに出てきた、こういう感じのチーズ。白いパンにチーズを。あれめっちゃ美味しそうやったもん。はい、奥の部屋へ。あ、すごい！巨大な、巨大な鍋で。よいしょ。いやー、いいっすねー。いや、いいっすねー。シチューとかにもチーズは合うよね、やっぱり。ふわー。いいわー。こういう巨大な鍋でグツ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 と。はい、そして。おっと。おっと。はい、そして2階へ。さっきのフラダンス踊りよった人が運んできてくれるんかな。料理を。え、なに？なんか、お金散らばってるけど大丈夫？もうちょっと、もうちょっとちゃんと扱おうよ。あ、そしてなんか、あ、小銭入れを数えてるんですか？小銭数えてるんですか、小人さん。てかこんなね、お金を適当な扱いする割には、すごく、なんか、なに？お店の人はちょっとみすぼらしい感じの場所に住んでるんやね。でも家具は可愛いんやけどな。もうちょっとなんか壁紙とかにも気を使おうよ。そういうとこちょっと無頓着なんかな。ね。なんか店の中は綺麗やったけど。はい、そして地下へ。お！地下では小人たちがせっせっせっせと、ここで料理を作っているわけですね。なるほど。すごいな、もうほんと、めっちゃチーズだらけやね。
すべての料理にチーズが使われとんかな。え、めっちゃいいやん。もうチーズと牛乳と乳製品盛りだくさんや。ほい、そして。このほんとね、この村のね、外がめちゃくちゃ好きなの。ほんと絵本の世界観よ。お。いさこち、あ、いさこさん？そういうことか。チーズ屋さんの看板。いさこチーズ。なるほど。いさこさんあれやね。私、キャンピングカーで呼び出したことあるわ。それで見たことあるんか。なるほど、なるほど。いさこチーズ。あ、いさこさんやん。どうも。よそから遊びにいらしたんですか？ここは夢いっぱいのどんぐり村です。どうぞ、心ゆくまで探検してください。あそこには、あれですか？いさこさんのミルクを提供してるんですか？あれ制服ってことかな？いさこさんの絵が入った T シャツ。いいやん、いいやん。お、そして、テディベア博物館。素敵。テディベア博物館とか実際に行ってみたいわ。おー、いいね、いいね。あ、どうも。館長さんも、館長さんもクマになってるのね。クマさん集めて3000里。世界各国のクマさんが集まっているということですか、ここには。私どれがいいかな。私どれがいいかな。なんかさ、昔ね、こういう感じの、なんか小さいこういうクマで、もう何？その専用のペンを使って、なんか自分で模様を描いていくクマみたいなの流行ってなかった？なんか洗ったらちゃんとそのペンのよ、ペンで描いた模様も落ちるみたいなの。あー、私は、私この子がいいかな。この一番手前のストライプ模様の子。この子かわいい。この子がいいです、私。テディベア博物館か。めっちゃ行きたい。実際にやってほしい。ってか、ありそうよね。ないんかな。ほい、2階へ。お、2階にもいっぱいいた。2階にもいっぱいいたし、なんかちょっと荘厳な音楽がかかっていらっしゃる。このブレザーの子がいいかな。かわいい。いいね。あ、2階のはもしかして、中身は全員一緒？服だけが違う感じか。あ、なるほど、なるほど。私、このコックさんのやつか、ブレザーがいい。かわいい。これ何？え、これ何？この上に置いてあるやつ。ちょっとよく見えない？何かしらの機械かな？いいね、いいね、テディベア。この子は何？触れ合える子なの？宇宙飛行士の服かな？いいね。はい、そして、地下へ。え？何？どうしたの？なんであの子はのけものにされてるの？あの子は展示されてはいけない子なの？なんか呪われたクマとかそういう。え？そしてなんか、朽ちた柱があるし、奥にはなんか、ねえ、札束が、犯罪の匂いがする。え、何、どういう状態？なんであの子だけ、かわいそう。ほい、それじゃあ。ねえ、なんかちょっとだけ、このテディベア博物館の闇を見てしまった感が、否めない。何やったんやろうね、あの子。呪いのクマちゃんかな。あの子、もしかしたらあの子だけちょっとなんかね、そういう、曰く付きで、とんでもない金額で取引されとんかもしれん。お、この住人さん、どうも。先生、生徒募集中です。生徒募集中。ここは森の学校。あ、いいね、いいね。小学校とかね、学校の中に遊具とかいっぱいあるもんね。運動場に。でもなんかこうさ、何？
年々小学校内の遊具とかもなんかずっと減っていきよったけんさ、私が小さい頃通いよった頃ってめっちゃ遊具とかいっぱいあったのに、なんかねなんかね、アスムの代の時にはめっちゃ遊具減っとってへーってなったもん。あ、こういうところも減らされていくんや、公園だけでなくみたいな。お、なんかすごい自然に溢れてる、ほんと森の学校やねえ、めっちゃいい、こういう感じのとこめっちゃいい。何？ピクニックですか？超いいやん。ちゃんとほら標本とか使って理科の勉強もねするし、これは水泳の時間はここでちょっと先生早弁してる子がいますしかもこっちはなんかスゴロクやってるんですけど、ちょちゃんとしてよ。でこれでちゃんとお掃除もね、拭き掃除とかするんかな。あ、一応あれなんやね、靴箱があるんやね。じゃあ一応何、ここのエリアに入ったら靴は履き替えないといけない感じなんかな、外でもそういう仕様っすか。あ、すごい、学校でトウモロコシ育てよりよ、朝顔育てるのと同じような感覚かなあ、そっか、あれか、ミニトマト育てるのと同じような感覚なんかな。いいな、トウモロコシ育てたかった私も美味しそう。お、そして2階ではキャンプや、キャンプいいね。やっぱ自然の中の学校ってこういう感じなんかな。いいな。でも私も学校の周り、小学校の周りは自然めっちゃいっぱいあったけどね。なんかちょっと、まあ、理科だとか生活科とかの授業で、じゃあちょっと今回は実習で公園まで行きましょう。数分歩いたら公園やしさ、川とかもあるしさ、ああいう感じの、ああいう感じの何？こう、実際に体験しながらの勉強みたいなめっちゃ好きやった。まあ、でもね、なんか、ちょっと実習に行って帰ってきたら、なんか制服にいっぱいくっつき虫とかね、ついとったりするんやけど。あれ、おなもみっていうのはなんか、何？結構、成長してから知った。あ、すごい、ホタルとかおるやん。ホタルがおるってことは、もうだいぶこう、綺麗な、水が流れている場所ということだね。はい、それじゃあ、うお、びっくりしたびっくりした、出てきた途端にシュパッって感じで傘を。お、いいね、チューリップの花壇や、水に囲まれた。はい、そして最後の一軒、はい、ここか。どうも。なんでさっきまで刺してなかったの？キョンさん。村長さんやね。寝てる。寝てるよ。眠いの？お邪魔します。あ、めっちゃ浜辺や、浜辺。いいね。夏だわー。まあね、梅雨だからね。でもここはなんかカラッとした感じの空気が流れてそうでいいね。よきよき。え、待って。なんか、タイが置いてあるんだけど。まな板とタイ置いてあるんだけど。釣れたの？もしかして。釣ってその場で調理みたいな感じ？すごいやん。新鮮。取れたてピチピチやん。タイ美味しいよね。はい、そして左側の部屋は、うわ、なんかちょっと植物に囲まれとる感じ？すごいね、アニマル柄や。めっちゃアニマル柄。あ、そしてこの子たちが住人ってことかな？ん？もしかしてそれぞれのベッド？あ、住人さんたちと一緒に、何？シェアハウス、シェアルームみたいな感じをしとるっていうイメージなんかな。へぇー、すごいすごい。あ、で、それぞれのイメージのベッド？へぇー、めっちゃいいやん。これかわいい。このリメイクめっちゃかわいいんやけど。いいね、いいね。水玉のリメイクやっぱかわいいな。なるほど、こういう感じのイメージなんやね。え、ジャスミンって中華って感じやけど、逆に和風な感じ？いいね。そしてめっちゃシンプル。お、こっちの方がさらに和風だわ。タコヤくんやっけ？
ここにもあったんやね。ちょっと気づかんかった。なるほど、そういう方向にも。え、住人さん、これ全員 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。あれ ?9 個。あ、違う、10。これで10か。あ、住人さん全員でのシェアハウス。すごいね。10人全員この部屋で寝よるってことやろう。てか、そんだけベッドが置ける広さっていうのがすごいね。このピザは一体誰の食べかけなの?てか、こうやってさ、何?区切りとかも何もなしで、なんかみんなそれぞれ私物とか置いとったらなんかわけわからんくなりそうやね。え、これ誰の?みたいな。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、何、ここで座って、インターネットをしたり、ここ村長さんの部屋ってことかな?なんかめっちゃ個性的やねん。なんて言うんやろ。なんだかめちゃくちゃ個性的だわ。てか、この壁紙初めて見たんだけど。なんなんやろ。アジアンテイストというか、でもなんかね、床は和風やし。いや、置いてある家具とかも結構なんか、ね、和風の、なんか、うん、ちょっとした民家。おじいちゃんおばあちゃんちとかこういう感じかなっていう感じなんやけど、なんか壁紙で、ものすごく個性的に見える。なんなら壁紙だけでも、めちゃくちゃ個性が、ね、主張が激しい感じよね。なんか面白い。はい、そして、2階へ。お、なんか、派手な壁紙が多いのね。派手な壁紙が多いの。壁紙ですごく個性的になるんだな、やっぱり。だって2階も家具だけやったら、結構落ち着いとるよね。結構落ち着いた書斎っていう感じなんやけど。なるほど、なるほど。なんか、素晴らしい。センスが。センスが素晴らしい。ここから夜は星を眺めたりとかするんかな?そして豚ちゃんが。これ豚ちゃんの餌?もしかして。そういう感じ。はい、そして地下へ。お、地下はお風呂。え、お風呂は沸いてるんですか?え、露天?露天ではないか。なにこれ?温泉湧いてるの?素晴らしいやん。めっちゃ素晴らしいやん。なんか今までめちゃくちゃ個性がすごかったのに、なんかシンプルに綺麗なんやけど。お風呂場超、あ、やっぱお風呂は落ち着いて入りたいみたいな感じなんかな。ね、植物もあって。いい感じ、ここでほっと一息。いいね。車もおしゃれやし。お金持ってるんだろうな、やっぱ村長さん。住人全員住まわせてあげれるぐらいやけんね。相当儲けていると見た。要は、みんなそれぞれ家がありつつの、まあ、なんか、ね、たまに、ああやってシェアハウスに集まってワイワイしたり、みたいな。そういう感じの生活スタイルなんではなかろうかと、勝手に予想しておく。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、水たまりに映る雲がめちゃくちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。なんかずっと眺めときたい感じになるね。